ですね。まずまずですね。
なんと一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。府中牝馬ステークス12頭スタートを切りました。3番プロモーションがちょっと立ち遅れ、さあ何が行くのか。片野ワイキキがかわしていきました。11番ランフォザドリーム。1番湘南ハピネスが上がってまいりました。5番ハイフレンドコード3番手を伺おうというところ、内を通りまして笑顔を見せてエリマエクセル、その外12番オーバーザオール、8番メジロビクトリア、そしてその後ろから7番杉野キューティープロモーション、外を通って成田ルナパークしんがりから10番丸加古町前でありますが、前最終コーナーを回ってぐーんと広がった。パタノワイキキは2番手、このまま抜け出すか。先頭吉田と湘南ハピネス、パタノワイキキが2番手懸命に追う。パタノワイキキ一気に抜けた。内からは湘南ハピネスが来ている。さあ先頭はパタノワイキキが1馬身リード。さあ抜けました。パタノワイキキ笑顔を見せてが2番手、湘南ハピネス懸命に追う。先頭竹豊とパタノワイキキ、パタノワイキキ1着、1番人気に見事応えました。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいですね。まずまずですね。クエストを達成しました。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。気合い十分ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。一番人気ですよ。
ただいまより投票受付を開始します。菊の香りが残っている京都競馬場12頭がスタートの瞬間を待っています。ゲートが開いた。ちょっと出遅れたんでしょうか。4番エリマエクセル、ダッシュがつきません。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは8番カタノワヒキキ、これを追って12番スピナクル、その後ろ3馬身くらいあって1番笑顔を見せてプロモーションが上がってまいりました。外から1頭フサイチエアデール、そして6番手に10番ブゼンキャンドルでやります。それからもう1頭メジロドーベル、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー7番パレノプシス、外から行こうというところ、その後ろでやりましょうか。マイネールが4番エリモエクセル、9番クロックワーク、ナリタルナパーク、もう一度先頭に戻りましょう。先頭は片野ワイキキ、積極的に行きました。前前での競馬スピナクルと河内騎手、その後ろ5馬身くらいあって6番プロモーション、笑顔を見せてがそのうちにいます。そして外からはフサイチエアデール、それからブゼンキャンドル、その外に7番パレノプシス、これをマークするようにメジロドーベル、そのうちからはマイネールが、そしてその後ろから4番エリモエクセル、それからクロックワーク、そしてしんがりからナリタルナパークでやります。そして1番人気のカタノワイキキ、うまくいっているんではないでしょうか。12番プロイバタイ、スピナクルでやります。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。
大歓声に迎えられて旗のワイキキ先頭フサイチエアデール懸命に追う。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外から差を詰めてきているパレノプシス先頭ミナイト旗のワイキキパレノプシス懸命に追う。旗のワイキキ先頭メジロドーベルが2番手旗のワイキキ1着1番人気に見事応えました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。気合十分ですね。嬉しそうですね。Thank you.